闇の炎に抱かれてしはいどうも、さっき睡眠用うどんが自分の家に届いた男、カイドです。とうとうこの瞬間が来てしまったか。この最高にゴージャスでふわふわしてる布団を試す時が。主食がうどんであり、花丸うどんを勝手に別荘と呼んでいる。うどんを持たれこの私がネットで話題になったこのうどんをレビューしていこうと思うぞ。布団のような完全でかけるハグの二択では極端すぎて、冬などは手足の冷たさで目が覚め浅い睡眠になってしまいます。睡眠用うどんの直感的自在性は、理想的な密包産から深い睡眠に導くこの世界にない理想として誕生しました。この発想はうどんでしかできませんでした。いや本当かよ。というちょっと疑い深い謎のうどんを試した結果、次の日目覚めたら体の半分がうどんになってました。うどん一本一本に全ての力を吸収されて、体が地面に溶けそうな心地よさでしたね。ってことで今回殿堂入りボケてにツッコミしてみた第19弾です。最後にいつものことながら、少しでもこの動画好こうと思ったら高評価の方だけよろしくお願いいたします。それではどうぞ。ねえお母さん、台所にゴキブリいた。それはお父さんでしょ。お父さんを第一扱いすな。お前らどんだけお父さんを嫌ったらそんな呼び方になるの。さすがに呼び方が悪念の塊。はい、そういうのは書で聞くから。のび太くんが薬ブーツ使用の疑い。別の意味でテンションハイになっちゃってた。てか大人になってもまだその黄色い服着てたのね。ファッションセンスだけ時が止まってんだけど。いや、鋭いカーブにのけぞった。すげえ。いや、お前の感想をここで喋るな。役割審判じゃなかったんかい。ただただ試合において邪魔な人。二人がくっついたら片思いしてる人は終わりなんだね。すごい深いね。こうするんや。筋肉は裏切らない。お願いマッソン、めっちゃモテたーい。じゃねえんだよ。関係を引き裂いたと同時に、二人の腹部に大ダメージはダイレクトアタックだよ。筋肉は素晴らしいってことをここで伝えるべきではなかった。なああんた、タバコを一本もらえないかな。ごめんごめん。一本は欲張りすぎだよね。じゃあ今吸ってるのはどうかな。ここ禁煙だぞ。お前よくその発言できたな。数秒前のコマまでガンガンタバコ吸ってたくせに、ここはタバコダメだぞみたいなドヤ顔で言われても説得力ないから。赤ちゃんの頃から毎日お風呂に入れていた娘に、もうパパと一緒にお風呂入らないと言われた父親が一言、じゃあパパはもうお風呂に入らない。いやなんでそうなる。そこは毎日別々で風呂入れや。娘と入浴必ずセットじゃなきゃダメなやつ。ないないありません。敬語って使ったことある？全員チンピラやないかい。そんなどうのと言われたらむしろすがすがしくなってきた。普通に使って。ステラおばさん、クッキーを作るときに大切なのはオーブンの温度じゃないのよ。春菜じゃねえよ。いや似てる部分ちょっとあるけど。そうそう、ドキュメンタリー映画の監督でよく出てくる。アイケルムーは監督じゃねえよ。じゃなくて世界共通でフライドチキンを食べるなら有名なチェーン店の創業者のカーネル・サンダースじゃねえよ。てか思ったより緑じゃないよね。シュレックじゃねえよ。これ何の話だっけ。今日からここへ引っ越したんだ。学校へも行かず自由にのびのびと暮らすんだよ。これまでやり遂げたことが一遍でもある。さて今回は何時間持つかな。下から火で炙ってみましょう。その発想はやばい。静香ちゃん電飾拷問感がなんかか。一番発想がぶっ飛んでる危険思考。アホは伝染すると偉い学者が論文発表した翌日、大好きな担任が完全武装で3年3組の朝の会に現れた。3年3組みんなにど失礼。遠回しに大体こいつらアホって決めつけたよな。大好きな先生の唐突な裏切り。いたずら電話なんて卑怯で汚くて最低の犯罪だよ。きっとテストの点も悪くて運動もからきしだめ。困ったことがあるとすぐ人に頼るどうしようもない奴がやってんだ。それ当てはまるののび太くん。いやこいつ犯人だったん。だとしたら発言サイコパスだな。ライアーゲームで優勝できるレベルやぞ。10円見つけた。10円ゲットへの覚悟はとんでもねえ。クラス全員揃って校舎から飛び降りるほどのことではない。これもしかして昔の10円札が教えたパターンだろ。意外な展開にしてください。あんなところでノクソしてる奴がいると思ったら、ちゃんと便座があった。いやとりあえず触れるとこそこじゃない。どっとトイレしてること自体にまず違和感を覚えろ。ナチュラルに便座あることに驚いてる場合じゃ。電車で爆発物を見つけたら外に投げる。持って帰る。まず持って帰んな。道端に落ちてる小銭感覚でそのまま拾って帰るのはあかん。お年寄りに譲る。お年寄りの方大迷惑。譲りというか完全爆弾押し付けたよな。血も涙もない行為なんだけど。結婚はしたいが私を選ぶような女とは結婚したくない。あ、俺の飲み物ヤクルトね。最後全然関係ない。こういう急にわけわからない話する私とは結婚したくないって話かな。激しく同意だわ。今刺したら英雄になれるかな。なれねえし、やめなさい。お前その後速攻刑務所にぶち込まれるだけだから。なぜそのような気持ちになった。魔法を使うよりこっちの方が楽だと気づいた。現在の化学兵器の登場。ついに魔法世界の壁のないやつ使い始めやがった。科学の力ってすげえ。何を一人で悩んでいるんだ。その悩みを俺にぶつけてみろよ。と悩みの原因が言ってきた。非常に悩み打ち明けにくい。ワンチャン悩み多くすぎてこいつ悩めちゃうかもしれない。てかさすがに自分じゃないかとか少しは疑えよ。末期の社畜。天敵の代わりに何を体にぶち込んでんだ。完全に魔剤決めてやがる。肉体的にも精神的にも末期の人がたどり着く終着点なんじゃ。校長を犯人役として開催される不審者撃退訓練に先生たちは今年も容赦ない。希望の校長先生恨みでもあるんか。いやなかなか普通はこんな容赦なく捉えれない。その心笑ってるね。笑ったね。その心笑ってるね。このガキ漫画もエロ本も持ってねえのか。まさかこれで。いやあまりに性癖が特殊すぎる。どこで興奮する要素あった。いいか、これは2枚集めれば試合中でも堂々と休憩できるお得な魔法のカードだ。イエローカードの表現の仕方、それ試合に退場処分受けてるだけだから。勘違いのさせ方えぐいて。
打順回ってきたぞ。どんな時間帯に野球やってんだ。さすがに時間帯夜中すぎんだろ。俺だったらブチ切れるわ。僕の夢、3年8組畑野健二。僕の夢は大きくなったらプロ野球の選手になることです。もしプロ野球の選手になれたら、巨人の桑田よりも速いボールを投げ、西武の清原よりも速いバットを投げたいです。もう野球ってスポーツじゃなくなっちゃってる。人種の野球バトル漫画でしょうか。命かけて誰も野球はしたくねえ。のび太のうちには古いものないだろう。あるぞ。うちのカレンダーもう10年も使ってるぞ。カレンダーの使い方が頭おかしい。のび太くんそれ使い回しするもんじゃないから。2年目から全く意味ないから買えな。びっくりだ、俺しゃっくり止まらない。母、じゃあ驚かしてあげる。あんたは実の子じゃないよ。しゃっくりどころじゃない、驚愕の事実。急なタイミングでめっちゃ重い告白来た。逆にこの後の家庭生活の日常でできちゃった。バカ、お前のせいじゃ。責任はあいつたった一人に抜かれてしまった俺たちに。うん、8人を1人でか。さすがディアスだね。でも俺たちだってまだ負けちゃいないさ。もう一度同点、そして逆転へのトライだ翼。そんなことより焼肉食べに行こうぜ。試合中に何言ってんだ。いや、切り替えるタイミング、これ一応試合中って話だよな。待ってろよ甲子園。いや、スポーツ間違えとる。野球頑張るのかサッカー頑張るのかどっちだよ。完全に紛らわしいの。まだは勝った、俺は勝ったのか。キャプテン、よし、みんな胴上げだ。まず救急車で搬送してあげて。このタイミングで胴上げはちげえ。追加ダメージで息のでも止めに行く気か。味の素の素、これをかけるとどんなにまずい料理でも美味しくなってしまう。うまい。ただし違法。最後の最後でアウト。最後さえなければよかったんですが、ダメでしたね。食べてる時の目が常人じゃないわ。ああ、もう鉛筆の持ち方思い出せねえ。いや、もうお前学校来んなよ。鉛筆の持ち方忘れるやつ初めて見たわ。家で覚えてから学校来てください。いやー、すまんすまん。あ、先生、校内では理不尽な体罰を禁止されとってな。先生の裏の顔はゲスすぎる。裏で何やってもいいってわけじゃないでしょ。どんだけのび太くんにイラついてたの。泣かなくてもいいのよ。お姉ちゃんに訳を話してごらん。お友達のお誕生日パーティーに呼ばれていたのに、すそっかしいお母さんがお洋服を全部クリーニングに出しちゃったの。わかったわ。パーティーがなくなればいいのね。そっちをなくすんかい。意外すぎる解決方法来たわ。服をなんとか用意してあげなさいよ。やーい、おもなしのび太。人の噂も75日。しばらくすれば忘れてしまうよ。数日後、ネットに動画が流出したよ。大衆とんでもない結果になりよった。一生消えないトラウマの黒歴史に進化しちゃったね。まあけど実際こういうの現代だとなくもないので、皆さんくれぐれも気をつけてください。連続テレビドラマ、うっかり始め第1話。あ、第2話でした。最初の話から早速うっかりミス。話だけじゃなくて構成とかもうっかりしちゃうんだね。速攻打ち切り終了しそうな匂いする。わぁ、なんだこりゃ。どこまでは糸を引くぞ。納豆以上だ。こんなネバネバする魚の卵は食べたことないや。うひょ、今度はポリポリブチブチ、口の中で賑やかに卵が弾ける。この食感面白いな。思わず笑っちゃうね。それがいわゆるブリコです。でもまずい。はい、論破。うざさレベルレボレーション。一コマ目あんなにはしゃいでたのに。確かに一度もうまいとは言ってなかった。らっしゃい。いいのが揃ってますよ。三代目、妙に力入って。三代目、張り切ってとこ悪いっすけど、もうこんな時間ですし、そろそろしまいにしましょうや。てめえの人生をか。切れる要素どこにあった。謎に急なポイントで切れる他人の先生並みに厄介。特に私たち、魚には口が肥えているから、ご馳走してくれた人には悪いんだけど、魚料理だとそれほど美味しく感じなかったりね。うっす、みんなうまそうに食べているのに、時々自分がすんごい贅沢物に感じるときあるっす。難しい問題ですね。なら肉を食え。確かにそうだけど、それ言ったらおしまい。また正論野郎の登場。魔界接近説？あんなデタラメを君ら本気にしてるのかね。デタラメですか？いいかね。悪魔とか魔物とかのさばっていたのは大昔のことだ。ここ300年間信用できる目撃例は一つもない。人間社会の発展に押されて絶滅したんだよ。今目の前にいるドラちゃんやスネ夫も十分その類に入るでしょ。さらっとドラえもんとスネ夫ディスやめろよ。てかお前の体の構造どうなってん？二等身か。今夜はかば焼きじゃな。何を焼こうとしてんだ。誰がうまいこと言えと。逮捕の達人。いやお前もう刑務所から出てくんな。できないんだよ。情けなさも金
最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。